はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この忍者ガンダムね、一応ね、武将の忍者みたいな感じで、ね、仕上げていこうと思っているので、続きですね、やってまいりたいと思います。今回ね、新たにね、この武者ガンダムのね SD 買ってまいりましたね。こっちからねパーツもらってね、いろいろしていこうかなという感じなんですけどね。一応、はい、開けてね、はい、何を使うかというかね、まあこれ赤いパーツですね。赤い方でね、なんか鎧っぽい、日本の鎧っぽいパーツを使っていこうかと思っております。はい、はい、こんな感じでですね、いろいろね、これの元のモールドとかもね、参考にさせていただいて、作っていこうかなという感じなんですけどね。まあいろいろするときにね、説明いたしますけど、とりあえずは、はい、日本刀ね、一応これをね、よろしいんですけどね、この付け軸をちょっと変えようかなという感じなんですけども、こんな感じでね、はい、やっていきますよと。まあ、長さはね、だいぶ SD なんでね、短く設定されておりますのでね、こんな感じですね。はい、大小で揃えてもいいのかなと思ったんですけどね。はい、まあ刀ね、忍者武将ですからね、まあ、持っててもいいんですけど、まあそこら辺もちょっと後で考えながらやろうかなという感じでございますね。はい、とりあえず薙刀の長さはちょうどね、良さそうな感じなので、ここの刃の加工とかね、していければなと。まあ、とりあえず切り出してみましょうかね。まあ SD なだからなのかちょっとわかんないですけどね、ちょっと刃がこうねなんかディフォルメされてるような気もしますけどもね。はい、長さ的にね、ちょうど良さそうな感じではあるんですけどもね。はい、こんな感じでね、持ったらいい感じかなと思います。はい、まあ、なんで槍が2本いるのかっていう話なんですけどね。この槍はまた、こちらの方ね、また柄をね、少し長くして、似たような長さにね、作っていこうかなという感じですね。はい。何本も武器いるのは、別に弁慶みたいなのを作るわけじゃないんですけどね。はい。いるかなと思ってやっております。まあ、こちらの方が様になるのかなという感じでございますね。はい。で、一応ね、この日本刀みたいなのね、はい、切り出していきますけども、忍者っぽいっちゃ忍者っぽいんですね。このつばってわかりますか、皆さん。ここのね、形が十字になってて、なんか忍者っぽい感じはするんですけどもね。はい、まあ、ちょっとね、この辺も直刀に近いので忍者刀に近いのかなと思うんでね、作っていこうかなという感じでございますけどもね。まずはここのね、フロントのスカートにね、これじゃあくっつけたいんですね。なのでここ改造していきます。まずはね、ここの部分使いたいんでね、舞台でいきます。はい、あ、真ん中の部分使うかもしれないんでね、一応取っときましょうかね。はい、していらない部分を全部切っていって、はい、じゃあ安ときましょうね。はい、こんな感じですね。はい、もね、こうずっと見ていただいてる方は分かると思うんですけど、普通の忍者ではなくね、武将の忍者ですのでね、はい、鎧もつけてみたいなね、馬にも乗ってみたいな感じで考えておりますけどね。はい、でこれをここにね、こんな感じでやりたいんですね。まあ、大きさもちょうどいいんじゃないですかね。はい、ちょっと
と外して、はい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 、これ違うのが使えればいいですね、はい、違うキットからね、この前掛けというかねパーツもらってきました。これだとね、黄色いところに軸がついてますのでね、ちょっと使いにくいかなと思いましたね、はい、違うところから持ってきております。はい、まずね、内側のところしかいらないのでぶった切っていきます。はい、ここですね、ここ面でね、棒だけで接着するのではなく面でね接着したいので、まず平らにね、はい、加工していきます。ある程度切ったらね、ヤスリで整えるんですけどね、まあなるべくね、切っといた方が使いやすいとね、ヤスリ安いんでね、はい、でヤスってまいります。してからこちら側に接着いたしますけどもね、はい、流し込み接着剤ね、はい、ちょっとプラをね溶かしてやりたいって多めにつけて両方ですね、接着しますと。場所どうなのみたいなね、はい、まあ、当てずっぽで接着していいのかみたいなね、なりますけどもね、反対側でテストしちゃいますのでね、はい、皆さんにお見せするためにこうやってますけどね、はい、反対側こんな感じでくっついております。ここの位置合わせとね、ここの位置合わせ、だいたい同じような位置につけてるんではないかと思います。しばし、かくまで、スキップいたしますね、ここね、この足りない部分を1ミリプラ板ね、補強というか、目立たないようにね、していこうかなという感じでございますね、はい、これね、この差し金って言うんですよね、で滑るのをこうくるくるって滑るなって不安になるなられる方はね、裏にね、厚めの両面テープなんか貼ってね、こうやっとそれをこうちょっと粘着力落としてね、こうやってやるとこうずれにくくなりますのでね、そういうのもいいかと思いますけど、慣れてる方は、ね、全然それで大丈夫だと思います。はい、プラ板はこんな感じでね、物差しでね、差し金でね、当てて切るとまっすぐになりやすいのでね、あとはこう面を整えてあげればね、ここはね平らになりますので作業しやすくなります。足りないところを貼っていくだけなんでね、はい、大したことはしないんですけども、はい、貼り終わって加工終わるまでまたスキップいたします、はい、こんな感じでねできました。この段差もね、よく見たら分かるかな、こんな感
かいところに合わせて段差も削っております。で、まあまあ大体、ね、胸のとこやっていきましょうね。あのイメージを固めながらね、改造していっておりますけどね、はい、まあ、よく言うとね悪く言うと行き当たりばったりなんですよね、はい、ちょっとバリだけ取って、はい、胸のところのパーツ、ね、こんな感じでね、はい、合わせたらかっこいいんじゃないかなと思ってねやっております、はい、まあ、ちょっと飛び出しててもいいかなという感じしますんでね、裏のね、ポツッと出てるのをカットして、カットですね、はい、カットしてね、と削っときましょうかね、はい、ある程度でいいと思うんですけどね、はい、まあ、後でね、フィッティングしますけどね、はい、こんな感じでねやっていこうかな、ちょっとずつ削りますかね、はい、まああまりねこう上からつけてる感じなんで、そこまでやらなくてね、ぴったり合わせなくていいと思うんですけど、ね、あの角出しというかね SD ですね、あんまり角がバシッと出てないような気がしますので、ね、そこら辺をこう直しながら、あ、少し小型化できればなという感じですね、はい、あんまり削りすぎるとね一番使いたいところがなくなっていきますのでね、様子見ながら削っていけばね大丈夫だと思います。外側だけね、ちょっと削っていきましょうかねという感じですね。で、角を少しこうやってね落としておけばおかしく見えないんでね、はい、こんな感じでね、こちら側ちょっとこう小型化しました。こちら側元ですね、はい、左右合わせて貼っ付けていきましょう。腰回りの角ね、だいぶ終わりました。ほぼほぼこれでいいのかなという感じですね。後ろはねヒンジがありましたので、ね、利用してねこんな感じで、馬にね乗る予定ですね。こんな感じにねならないと多分乗れないと思いますのでねやってみました。横もね、こんな感じでね、馬のあのヒンジでこう動くようになっております。まあ上からかぶせてるだけなんですけどもね、はい、どうやったかというとね元のパーツを裏に貼っ付けてるだけですね。こんな感じでね、ここで、こんな感じで U 字に、見えますかね、はい、U 字にこうなってますので、ね、引っ掛けるだけでございます。はい、こんな感じでつきました。はい、こんな感じですね、はい、まあ、動くようになっておりますね、はい、ひっくり返して振ってもね落ちませんけどねこんな感じで、腰回りはねこれでほぼほぼ決まりかなと。まあ、ここら辺の穴をね、ちょっとパーツで塞いだりとかすると思うんですがね、はい、やってみました。はいこんな感じですね、はい、そしてね、ご指摘のありましたね、もうちょっとセンター寄りにねこう型直した方がいいんじゃないですかということでしたのでね、センター寄りにやってみました。こちら側にね穴をつけてね、はい穴をつけてとか穴掘ってね、ランナー3ミリランナーをね刺してみました。こちら辺はね、またデザイン考えながら後で対処いたしますけどね、これでなんとなくセンターっぽいところにね、来たんではないかと思います。こんな感じですかね、はい、
ちょっとね、また長くなってますんでね、今回ここまでとさせていただきました。この続きまたね、後日アップすると思いますので、お付き合い願えたらなという感じです。はい。ここプラ板で作りました。ここの高さにね、合わせて前の方がね、ちょっと大きいというかね、上に出てた方がかっこいいのかなと思ってね、こんな感じで作ってみました。プラ板削っただけでございます。はい。それではね、この動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、サブチャンネルもいたしております。そちらの登録もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。